YouTube チャンネル家にいろ TV をご覧の皆さん、こんばんは。こんばんは。私たちマイルアイドル週末ヒロイン桃色クローバー Z、 よろしくお願いします。元気ですか皆さん、見てますか。はい、ということで5月1日から、放送してきました、はい、家にいろ TV なんですけれども、ついに今日が最終回となります。いいよ、ゴールデンウィークも終わるんですね。そういうことですね、まあ、ゴールデンウィークで、ね、なかなか外に出られないステイホームをね、皆さん頑張っていらっしゃったと思うんですけれども、そんな皆さんに少しでも楽しんでいただけたらいいなと思いまして、家にいろ TV を企画し、はい、今まで今日まで4日間放送してきまして、はい、今日がその最終日なんですね。そうですね、あの昨日までの4日間は、はい、私たちがね、うん、今まで、開催させていただいたライブや舞台を放送させてもらって、ね、だってさ、トレンド入りとかしてる時してたよね、みんなのおかげでね、だからみんな見てくれてるんだなっていうのがさ、こう会わなくても SNS 上でね、うん、共有できてね、楽しかったよね。私もね、あの一物の譜として4日間全部見ましたよ。すごい。さすがです。ね、はい、私たちもさ、こう、うんうん、みんなのコメント見ながらライブとか舞台とか見てさ、うん、なんかやっぱりこう一緒にさ見てる感じになれて楽しかったよね。そうだね、それぞれ DVD とかで楽しむって手段はあるけど、やっぱ同じ時間にみんなで見るっていうのがやっぱいいですよね、うん、いいよね。でもだって昨日とか結構遅くまでやってたでしょ、うん、だって1時半ぐらいだったよ。そうそうそう、ね、それでも見てたんだね、夜更かししたのね。そうよ、アーリンのモノマネの番組からもう流れで見てたからね。ありがとうございます。はい、ということで今日は生放送でお届けしていきたいと思います。最終日なんでね。はい、うん、最終日はですね、サーフ&ドルフィンインシナプリプレゼントバイサーフィス頑張れ頑張れプレゼントプレゼンテッドバイソフィスタンスと題しまして、生配信でここ品川プリンスホテルマクセルアクアパーク品川からお届けしたいと思います。10回ぐらい練習してましたが、また絶対アーリンのせいだから。これアーリンのせい、レニちゃんのせいだよ。アーリンのせい、アーリンが本番前にややこしいこといっぱいベー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 って言うから。ごめんね。サポーテッドバイプレゼンテッドバイソフィスタンス、プレゼンテッドバイソフィスタンスね。失礼いたしました。ちょっと間違えちゃったから本当にあーちゃんのせいだと思っちゃったもん。いやでもね、言ってよかった、はい、そう、はい、あの品川プリンスホテルさんと、あと新横浜プリンスホテルさんではね、例えばももプリ2021と題しまして、コラボレーションをねさせていただいてるんですね。そうなんです、はい、皆さんね、こうどうだろう、こう品川の方だったらこうキッチンメニュー、うんうん、あのコラボメニュー、ね、コラボメニューとか食べてくれたよっていうさ、あの、ね、バラエベの時とかにね、みんなこう、うんうんうん、あ、それは新横かとかもね、こうついでに行ってくれたよっていう声とかも聞こえてきたもんね。そうそう、あのホテルに泊まって私たちの写真と一緒に写真撮ってる写真とかがね、SNS にアップされてて、あのももクロコラボレーションルームプランっていうのがね、そうそうそう、あるんですよ実は、ね、かなりあの今回のコラボ盛大にやらせていただいてるのでね、うんうん、あの楽しんで、皆さんが楽しんでくれてるっていう声も私たちにたくさん届いてきて、すごく嬉しいなと思います、はい、ね、はい、コロナがね、もう少し落ち着いたらね、こうシナプリさんだったり新横浜プリンスホテルさんにね、泊まりに来ていただければなと思いますし、ここね、マクセルアクアパーク品川にもね、遊びに来てほしいなと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、今日は生放送でお送りしてるということで、家にいろ TV 最終日です、うん、はい、ほんとね、気合い入ってまして、うんうん、ここマクセルアクアパーク品川ならではのコラボレーションでたくさんお届けしていきたいなと思います、はい、今日しか見られない演出だったりとかありますよね、はい、贅沢よね。やばいよ。どうしたの早くしないと、コラボするあの方々が寝ちゃうから。え、寝ちゃうで。そうだよ、あの方々、あの方々だって。誰だろう。みんな寝ちゃうから早くしよ。本当、巻いて巻いて。そんな人いないよ。自分たち主催のライブ巻いて巻いてはないでしょ。ゼリちゃん、プレゼンテッドバイソフィスタンス。はい、ということで行ってみましょう。この番組はソフィスタンスの提供でお送りいたします。では皆さん盛り上がっていきましょう。We'll be right back.
走り出す足元よ、腕を振る風元よ、行け行け海を越えて未来に届くまで吠えろ。何ができるんだろう、なぜ生まれたのだろう。
真っ白になってたっても動いていた、進んでいたはず、それなのにどうして繰り返す風景、だけどよく見てどこか違うよ、きっと変わっているよ、成長していく時の仕込んでみたり、小さく沈むな翼があるみたい、過去よりも高く飛ぶために、助走をつけるために、戻ってそして走り出す光、夜明けリング世界で、もし音が消えてもここが好きだよと伝えられるはず、また間違っても前にも出会ったような記憶繋がったら、言葉が欲しいよ、
パーク品川のイルカのみんな、そしてはい、あ、イルカのみんなとのコラボレーションで、ホエロ、ハイト、ダイヤモンド、あの空へ向かって3曲続けて聴いていただきました。ありがとうございました。イルカのみんな、トレーナーの皆さん、ありがとうございます。ありがとうございました。待って、言ってるかわいい、かわいい、感動した。ねえ、まさかね、私たちのこのライブとイルカのみんなのパフォーマンスが一緒にね、コラボレーションできると思ってなかったからね、嬉しかった。いや、本当に、はい、ではちょっと感動しっぱなしですよ ね、 そうですね、ちょっと聞いてみましょう、お話をね。つぼいさんに、はい、お話を聞いてみたいと思います。はい、つぼいさん、はい、ありがとうございました。もうめちゃめちゃ楽しかったです。かっこよかった、かっこよかったです。ありがとうございます。楽しかったということで、トレーナーの坪井さんです。ありがとうございます。ありがとうございます。最後の大ジャンプも決まってましたね。よかったです。安心しました。泣けてくる、本当に。怖くないんですか、最後の大ジャンプは。もう慣れちゃいました。本当ですか。だってすごい高さ飛んでますもんね。しかもなんか1曲だけじゃなくて、こう何曲も何曲も、あの、私たちとね、コラボレーションしてくれたじゃないですか。はい、もうダメだ。どうした、泣いちゃったね、嬉しかったもんね。嬉しかったよね。そうなんです、こんなね、イルカさんとコラボできることなんてないから、ね、もうホエロは本当に今日のために、そうなんですよね、作ってくださったパフォーマンスですもんね、はい、結構急遽決まったじゃないですか。そうですね、もう緊急リハーサルの当日に、はい、あのイルカさんとのパフォーマンスも作られたっていうふうにお聞きしたんですが、はい、そうです。はい。本当にありがとう。お忙しい中、本当にありがとうございます。ハイトダイヤモンドと、あの空へ向かっては、もともと宿泊プランで使ってたものなんですけど、ホエロに関しては、リハーサル当日に、バーって作りました。そうですよね。だからもう、イルカのみんなも本当にありがとう。体育館で。覚えてくれてありがとうって、もうさ、お返事してくれた。かわいい。もう、愛おしぶりです。涙腺がね、ちょっと弱ってきてますね。本当にあの空へ向かってで、ね、一番見れたのよ、イルカちゃんたちのこと。そうだね、うん、もうさ、何回も何回もスピンしてさ、うん、ベニちゃんも年取ったね。ベニちゃんも涙腺が弱くなってます。嬉しかった、すごい。でもさ、本当に嬉しかった。他 の、 あの宿泊プランの皆さんに見ていただけるショーは、他の曲もやってくださってるじゃないですか、うん、ぜひね、見ていただきたいね、本当に。 いろんな人に見てほしい、はい、ということで、坪井さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。イルカちゃんたち、ゆっくり休んでね。いっぱいお魚食べてね。ご褒美もらってね、いっぱい。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ね、かわいい。かわいい。本当にかわいすぎた。なんかこう、リハーサルからね、こう一緒に作り上げ、一緒にステージをさ、そうだね、作ってきた仲間じゃない？そう。だからなんか、一等しメンバーだね。メンバーのように。ね、過ごさせてもらったからね、同じ時間を。トレーナーの皆さんとの絆みたいのもさ、そうそう、グッとくるよね。ずっとこう見てるんだもんね、トレーナーさんを。そうそう、しかもさ、信頼関係を。本当にさ、何回も何十回も何百回も練習してくれたんだろうね。なんか、もう本当にな、回数を重ねるごとに本番が一番良かったよね、みんな。そう、上手。感動したよ、本当に。ね、ジャンプも決まってたよ。決まってた。本当にありがとうございます。ありがとうございました。ということでね、どうですか、ちゃん。今ね、約3万人の皆さんが見てくださってるけど、いやもうレニちゃんに釣られて泣いてるとか、泣いてるレニちゃんで泣いたとか、イルカちゃんはもう、ね、釣られ泣きとか、ね、イルカさんたちありがとうっていうみんなからのね、イルカさんたちへのメッセージ、本当に皆さん素晴らしかったって、ね、本当にいろんなことが落ち着いたら見に来てほしい、うん、そうですね、だってほら、あーちゃん、うん、品川プリンスホテルさんとね、そうなんですよ、品川プリンスホテルさんとコラボレーションさせていただいてると、このライブの冒頭でも言ったんですけれども、はい、なんと大好評につき延長が決まりました。イエーイ、やったー。あのね、詳しくは後日ホームページにて詳細を発表させていただきますのでね、ちょっと興味がある方はね、皆さん楽しみに待っていていただければと思います。ぜひ皆さんね、チェックしてみていただけたら嬉しいです。はい、お願いします。お願いします。ということでね、ゴールデンウィーク中もステイホームで頑張ってる皆さんに、ね、なんか少しでも楽しい時間を届けできていたらいいなと思います、ね、楽しんでくれた、みんな楽しんでいただけましたかな。はい、家にいろ TV5
日間ね、あのライブの今までのライブの配信から今日の生放送までやらせていただきましたが、はい、5日間続けて見てくださっていうか、って見てくださったっていう方もたくさんねいらっしゃると思います。ありがとうございます。はい、あのこの時期に少しでも楽しいね、うん、お家でも楽しめる時間を私たちもお届けできるようにいろいろ考えていきたいと思います。ぜひ皆さんあの楽しみにしていてください。はい、今日は本当にありがとうございました。以上、私たち今いるアイドル週末ヒロインももいろクローバー